ちょっと治りつつあるよ。いい感じ。カリタ一番です。毎日ありがとう、本当にありがとうね。ちょっとリップが足らない気がした。はい、言うて白飛んどるな。のりたま、ありがとう。あ、そうです、練習でした。なぜ知ってるのじゃ。滝山練習言ってたっけ今日って。猫さん、ゆういちさん、ドナルドさん、ポップマスターさん、ありがとう。あそうか、私が写真投稿してたからか。そうですそうです。ドナルドさん、あ、言った。大工さん、コンドルさん、大将さん、ありがとう、来てくれて。新一、雪大丈夫ですかって、こんばんは。いや、そうなんよ。なんかね、みんな松山で雪降りよる降りよるってね、言おったんやけどね。私、一回も見れんかったよ。外結構おったんやけど。え、全く見んかったよ、今日、雪。雪が見つけれんめなんやろか。トトさん、こんばんは。あ、マサさん、いらっしゃい。アールグレイいいですね。紅茶。え、何新しいやつ。猫さん、おめでとう言うて、新しいやつありがとう、ギフト嬉しい。コロボ、あ、積もってないよ全然。雪は降ったみたいだけど、パラパラと。あ、おやすみコロボ、夜遅くにありがとう、ほんまにいつもありがとう。カノーさん、荒波、ヨッシーパパさん、ありがとうございます。メンピンソークさん、村上さん、ありがとう。ケンスケ、かわいい。猫さん、なんか扇みたいなのくれとる。ありがとう、扇みたいな。ケンジ、マイカグラさん、アサミさん、小づちみたいな、ありがとうございます。シゲさん、豆柴さん、ありがとう。北野マー君さん、北野マー君さん、いらっしゃい。なんで裏切り者マークになった名前が。しかもあの扇のやつもろとるわ。ありがとう、たくさんみんなありがとう。あさみさん、おめでとう、ありがとうございます。山下さん、ピルクル、さとちゃん、ゆうじさん、大文字のけんさん、 HK さん、ぐっち、のむさん、キュイーンさん、ローマ字のまささん、おばばさん、フジモンさん、やまぴー、ありがとうございます。ん、それかわいい、もしかして。え、絶対もらいに行きます。やまぴーが今つけてるアバター、あのかおりさんのね、かおりさんが作ってくださったひなぼうくん、カエルアバターだって。嬉しい。ひなぼうくんとセットにしてくれているという。本当だ、なんか帽子と服と、あ、ひよこ、嬉しい、ありがとうございます。もらいに行きます。じいさん、ようちゃん、のりたまありがとう。今日は茶色の服です。うふん、たけるしさん、ありがとうございます。寝る前のお供にいつもありがとう。あ、こちらこそありがとう。まー、あ、ちゃん、こんばんは。けんすけ似合う、ありがとう。サマラムーさん、じゅん、あ、じゃんさんか。かおりさんのルームより、しかもひなぼうくんのやつ着ているぞ。私も早くもらいたい。北のマーク、あの小づち、ありがとう、いっぱい。ロッピーさん、ありがとうございます。雪で仕事からか、え、大丈夫？帰れない時のために。あ、なるほどなるほど。2日分の餌出してたら、ひなこペラリと平らげてましたそれはやばいな。なんか今自動で出てくるやつあるよね、猫ちゃんとかが食べれるように。時間設定したら、その時間にご飯がボーって出てくるっていう。その日暮らしさん、カウントプチ、野心家、ありがとう。よしんこ、しんいち、扇ありがとう、たくさん。しんいちも来てるわ。北野真くん、めっちゃありがとう。せじゅんさん、こんばんは。お、ひできさんもこんばんは。こえさしさん、おうむさん、ありがとう。さとしさん、こんばんは。今日はめっちゃ仕事忙しくて、結局今日までの分しか終わらなかったって。お仕事？お疲れ様です。いつも何日分かのやっとんやろかしら、お仕事。え、急に光り出した。リオさん、ケンスケ、ありがとう。オラフ、あ、確かにオラフ抱っこね、確かに。このオラフのおかげでね、あの城飛ばなくなるという。これ何持ってんのってなるかな。バンクーバーさん、ありがとう。ムラピーさんね、サ
寒かったね今日も本当に。お疲れ様です。寒かった。あ、かおりさん来てくださっとる。ありがとうございます。あのアバターありがとうございます。ひなぼうくんとコラボのやつ作ってくれてありがとうございます。プチとカウントと黒弟子か。今日はちょっと焦げ茶っぽい感じのワンピースを着てます。嬉しい。かおりさん配信者さんの来てくださっとります。ぜひぜひいつも配信されておりますのでね。そして私とのあのコラボのあの私のひなぼうくんのやつをコラボしたやつをアバターで作ってくださっているのです。すごい。いただきに行きます。アントワーヌさん、ラーメンライスさん、ユッキーさんありがとう。カリタンカウントありがとう。リュウさん、アンアツさん、プレアさんこんばんは。津田博文さん、トキキさんありがとう。パラサイトどうですか。面白い。ゆいさんちょっと気になってるかも。パラサイト、みちゃおさんこんばんは。健坊さん、キャクスさんありがとう。あ、ぬくもりさん今日もありがとう。眠みが結構だから途中で寝てしまうだけど、寝てしまうかもだけど、おぜひ。夜遅いからね今日。オウムさん、明けおめありがとうございます。めっちゃ小槌くれとるやん。マー君ありがとう。ゴエモンさん、アニジャさんこんばんは。瀬戸内さんこんばんは。え、今日雪降ってました。今治か。今治降ってた。じゃあこっちも降ってるよね絶対ね。りょうじいさん、小槌ありがとう。アニジャさん、小判ありがとうございます。しろとまさんこんばんは。え、池が近くにあるの。アポカポさん、もしかしてお家に池ある方。池が凍っとったんだって大変やね。豆柴さん、プチありがとうございます。地球が寒すぎて冷凍枝豆になりそうでねえ冷凍枝豆になりそうらしいです。豆柴さん、はい、気をつけましょう風邪ひかないように。ともさんこんばんは。あ、お菓子の旗田の社長の旗田康弘さん、今日もありがとうございます。こんばんは。あら、来てくださっております。今日もみけねこさん、むらちんありがとう。雪も、あ、ほんと？東洋の方は朝は少し雪が積もってたようだって。寒いね、ほんと。え、ラーメンライスさん、夜の5時夕方の5時かな。そんくらい私外いた気がするな。5時台はいました、外に。おひつりさんこんばんは。今日改めて思ったけど、ひなほちゃんが歌う世界は恋に落ちているが大好き。ありがとう、またいつでも歌います。ほんとひろく、ほんと大人っぽいねって言ってくれてる。いらっしゃい。たつのくらーさんこんばんは。ありがとうございます。あ、かおりさん本当にありがとうございます。めちゃめちゃかわいいです。それお洋服がひなぼうくん、あ、帽子とピヨピヨまでしてくれてありがとうございます。これヤマピーのスタイルじゃんそのカエルも毎度毎度めっちゃ可愛くて、かおりさんのアバターのピンクのカエルちゃんかな。私いつもかおりさんところ行ったら。ユッキーさん、プチありがとうございます。あらなみ一周ありがとう。今日も明日フットサルは神戸福井のコーカード、神戸対福井。あ、なるほど、神戸対福井か。よいよい。あーちゃん、おこげさんこんばんは。のいちさんいらっしゃい。コロコロ転がるさん、まゆっちさん、スランプくんありがとう。まささん一周ありがとう。お仕事頑張ってね明日。よしんこよしんこ頑張ってね。スランプくんバラありがとう。あーあんさんこんばんは。お祭り大好き、宮川大好きさん、わっしょーい。あ、20回訪問ありがとうございます。およそ20回訪問だって。
たやつそれ。てて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 てたん。歌詞が全然わからんねんねこれ。てて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 。ゆうじさんカウントありがとう。でも照明がなんか壊れそうだなんか。大丈夫。なんかファン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 なってるんだけどこれ。え？今日は4匹中2匹の子犬が新しい家族のところにいて嬉しいけど寂しくて大号泣。寂しい。あの里親募集されてたのですか、あーちゃん。本当に寂しいよね絶対。あら本当ですか。お、オブリア・ラフマンさんまた来てくださっとる。こんばんは。ひらがなのじゅんやさんこんばんは。あら、トキーさんフォローしてくださってありがとうございます。はじめまして、トキーさん。武田ひなほと申します。くさや2週とカウントありがとう。たくさんこの土日に出かける予定だったけどどうしようか悩み中だって。うん、どうだろう、どこにお出かけするんやろ。今大変やけどね。じいじハートありがとう。ケンジおめでとう、ありがとう。まさみうらさんありがとう、今日も来てくれて。インドの友人いいですね。え、日本語でお話できるの、まさみうらさん。もしかしてインドの言葉話せるってこと。ローマ字の国さんこんばんは。おひつりさんバラありがとう。じいじもハートありがとう。しゅんさんこんばんは。白馬さんもカウントありがとう。課長丸さんセミありがとうございます。まーさんこんばんは。藤本さん2週とカウントありがとう。かんちゃんこんばんは。ピルクルドナルドさんセミありがとうございます。おー、じいじ小判くれとる、ありがとう。たくさんありがとうございます。ピルクルスドナルドさんセミありがとう。たくさんチョコレートさんいらっしゃい、今日もありがとう。カイアナが竹山の絵のタコ、え、見てないです。ツイッターで上げてくださったんかな。めっちゃ見たい。竹山のタコ、竹山の絵のタコを作ってくださっとるの。見ないと。本当ですか、ありがとうございます。まゆっちさんプチ、小江崎さん、ケンスケ2週とカウントありがとう。そうなんですよ、雪見たかったんだけどね、降ってたのかな、私が気づかないだけで。どうなんだろう。新しいギフトで成人おめでとうギフトがあるの。本当ですか、それは成人おめでとうの方にあの送ってあげてください。確かにね。くーちゃんこんばんは、ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。今夜も寒くなるようですから暖かくしてくださいね。マジで寒いです、もうすでにめっちゃ寒いです。大変大変。お、石川さんいらっしゃい、ありがとう。カリタン2週ありがとうございます。は、宮川さん配信者さんなのか、いつも配信されとんやろか。ただおさん、みひろさんこんばんは。本当、ジョンヤさん今日はちょっとだけ巻いてみたよ、ありがとう神。アントワーヌさん小槌ありがとうございます。あ、本当かんちゃん、このオラフのおかげでね城飛ばないというほら、あ、全然違うのこれ。なんかあ、畑田さん一周いつもありがとうございます。最近子供のように寝落ち爆睡してしまいます。すみません、私の配信めっちゃ遅くて、いつもいつもありがとうございます。夜遅くにほんまに大変や。皆さんもお疲れ様です。今日めっちゃ夜遅いので12時までに終わりましょう。お疲れ様です。みんな体調こんばんは、ありがとうございます。建築のいちごチョコパイ、あ、チキンじゃなくて建築で買ったいちごチョコパイね、美味しそう。あ、千里さん帰り道に、何の帰り道、お疲れ様、大変やねこんな時間まで。千里さんありがとう。カーライルさん、キムコン、ランセキさんいらっしゃい。花ちゃんお疲れさん、きなこおしさんもありがとうございます。今さっき仕事から帰ってきた、お帰り。私は今日は竹山メンバーとの練習でした。夜から帰ってきました。きなこしさん、あ、翔英さんいらっしゃい、こんばんは。贅沢絞り、何
何贅沢絞り、何を絞っとん。お酒。まゆちさん、だるまありがとうございます。むらちー、2シュートカウント、今日もありがとう。隊長、セミありがとうございます。これかわいいよね、これいいわ、これめっちゃいいのよ。今日から大学、でも東京はオンライン授業。あ、今日から冬休み明けました。おっきいさん、お疲れさん。オンライン授業か。でも今ほとんどのところがオンライン授業なんやない？多分やけど。ケンジ2シュートカウント、ありがとうございます。おー、まゆちさん、ハート赤だるま、ありがとうございます。めっちゃ雪積もってて、通学するのに倍の時間かかったよって。えっ、どうやっていたの？いつも通学するとき何で行っとんやろ、千里さん。電車とかめっちゃ止まったんかな。広く一周ありがとう、このオラフ大事にします。え、やば、福井市は50センチ積もったんだって。やばすぎん？大変、50センチ大変。マジか。翔平さん、カウントありがとう。ひなびんた。おかむさん、こんばんは。しんちカウントありがとう。おー、隊長、扇10個もありがとうございます。めっちゃくれとる。あ、アマハいらっしゃい、オラフだよ。ちょっと今日は白飛んじゃうので。ウエスタンさん、こんばんは。タクさんもいらっしゃい。バンクバさん、プチありがとうございます。マイカグラさん、セミありがとうございます。アポカポさん、セミありがとう。かゆ、ありがとう、セミ。まーちゃん、カウントありがとうね。今日も心の底から寒いですねって。マジそれです、寒い。 BGM で眠くなる。え、ちょっと元気のある BGM にしようか。どう、ペリーさんいらっしゃい。じゅんぺいさん、こんばんは。いいっすねさん、今日もありがとう。はっ、エナさん、しかもエナさんフルしてくださっとる。ありがとうございます。エナルームのエナさん、いつもお風呂ありがとうございます。嬉しい。オラフの後頭部だよ、ロッピーさん。え、86さん大変。なんか86さんとこめっちゃ大変そうよな。まーちゃんのカウント言えとったからね、ありがとう。130ブルースさん、ありがとう。やばいな、めっちゃコメント多くない今日。たくさんありがとうね。てっちゃん、こんばんは、ありがとう。たくさん、今日のお供は牛丼大盛りとうまかっちゃんとスプライト。えぐみ、安定にえぐいようですね。みんな雪遊びしてたのに、私は腹痛で一日中寝てます。え、大丈夫か、お大事に。アマハ、寒かったね今日。腹痛どうしたんやろ。荒波カウントありがとう。さとちゃん、セミありがとうございます。やっくん、こんばんは、ありがとう。ワイがショールームアイコンで使ってるグエコを採用してくれた。え、どのやつ？ショールームアイコンでのグエコって。お、上下さん、こんばんは。お、グッチフル、ありがとうございます。ありがとう、フルしてくれて。アキアン、こんばんは、ありがとうございます。お寿司大好きさん、こんばんは、ありがとうございます。チェキ福袋 ABC の違いは何ですかって。量が違うかったことない？確か A と B と C と。そうやったよね。ランダムのチェキが何枚入っとるかとかやなかったっけ。種類は一緒というか、まあ全部バラバラっていう感じやったような気がするんやけど、違うかな。アキヤン、お寿司大好きさん、読んだか、こんばんは。あ、マミシバーさん、カウントありがとう。あ、ほんまですか。エナさん、お仕事大変や。よしんこよしんこ。え、何それ、ありがとう。なんかすごい小槌がいっぱい飛んでる。ありが
とう。えなさん大変や、お仕事多忙なんや。ありがとうございます、夜遅くに。そんな中、クラッシャーのぶさん、岡山うさぎさん、そう、おうすけさん、ひらがなの、ありがとう。その手に持ってるぬいぐるみは何ですか？これはオラフです。あの今日結構茶色い服を着ておりまして、これがなかったらちょっとかなり顔が白飛んでしまうということで、こちらをこうやることでですね、白飛びを防げるということで、これを持っています。今、大文字のけんさん、セミありがとう。あ、草やん。そしてペガサスさん、大将さんまで、みんなフルありがとうございます。すごい、ありがとう。土曜に、お、いってらっしゃい。旅に出ることにしたらしい。餃子いいな。いってらっしゃい。本当ですか、大将さん。仲良くしてた子が芸能人だったの？え、それはなかなかないパターンだね、大将さん。気づく思うんじゃないよ。え、本当ですか。あれ？飛べに行ってたの？宮川さん。ニンジニアスタジアムいいね。広いとこよね。のびゆきさん、こんばんは。ありがとう。ゆういちさん、フルーありがとうございます。ありがとう、ゆういちさん。オラフが大根に見えるらしい。でもこっち向いてたらなんか怖くない？これね。けんすけー、めんぴんそくさん、フルー今日もありがとうございます。おーさん、こんばんは。カタカナのカペさんもいらっしゃい。チャキベイさん、いらっしゃい、ありがとう。キムくん、石音カウント、ありがとうございます。それは言ってくれたん、キムくん、ありがとう。みっとん。あ、ビーンズさんの公式のインスタ、インスタか、インスタでビーンズって検索したら出てくるかな。フォローしよう。ユッキーさん、セミありがとうございます。見てない。ジュジュさんだったの、ファーストテイク。見る、おひつりさん、マジか。え、最近こないだ出たの。久しぶりに優勝したティフカラオケバトルツイートして勝手に感動、ありがとう。え、それ見れてないかも。ありがとう。愛媛は雪ね、降ってたみたいですよ、チャキベイさん。私見れなかったんだけどね。すごいね、荒波。荒波の息子さんは成人式甲子園球場でやるんだって。すごっ、広っ。おばばさん、じいじフル、ありがとう。たくさん、たくさんもプチしてくれてありがとう。いつもありがとう。あ、おやすみ、夜遅くにありがとうございます。てるるんさん、こんばんは。え、アマハ呼んだ、一個呼んだけど聞こえてたかな、アマハ。あれよね、腹痛でっていうお話よな。聞こえとったかな。あ、スカパラダさん、こんばんは、ありがとうございます。キュインさん、フルありがとう。たくさんありがとうございます。本当ですか。見に行きたいです。姫キュンさんのなるみさんがあのショールーム始められたんだって。見に行きたい。結構されるのかな、これから。たつけんさん、こんばんは。ローマ字のまささんもフル、いつもありがとう、ありがとうございます。まーちゃんフル、ありがとうございます。何しようかな。So
れフラテゴ城の網を引くののこさいさい。と、おわせぶし。あ、やばい、消えちゃった。源さんフル。ありがとうございます。流星さんいらっしゃい。しんいちフル。ありがとうございます。お、ジャンさんセミまでしてくださっとる。かおりさんのルームのありがとうございます。やばいやばい、消えちゃいそうだ。二人目ののりたまさん。よしれんなさんいらっしゃい。ありがとう。ケイトクさんいらっしゃい。ありがとうございます。ローマ字のカズさん、こんばんは。STU さんいらっしゃい。そして小江崎さんも。ありがとうございます。BGM 違和感あります?豆柴さん、セミ、ありがとうございます。いや、これ大根?大根に見える?そんなに、豆柴さん。いいよ。つるりんだるまさん、こんばんは。交通機関を使って通学されてるのね、ちさとさん。うわ、大変やね。大丈夫やった車。あらら、大変大変。え、いつもちさとさん運転されていきよんですか?え、え、大変やね。お、ぬくもりさんいいですね。お腹空いたら食べましょう。みつおおじさま、こんばんは。ありがとうございます。朝も寒すぎて布団からなかなか脱出できなかったけど、ひなおちゃんどうだった？お布団ですか？いや、あーでも起きたんやけどね。あのお布団からは起きたんやけど、その後こたつがあるんですけど、こたつに入ったらもう意識ないよね。ちょっと眠いのに起きたらもうないです、意識が。あのこたつでなくなる。アポカポさん、フル。ありがとう、たくさん。今日は元気100倍、オラフ花ドリル。元気100倍、オラフ花ドリル。はい、どうでしょうか。あ、ヤマピーもセミしてくれとる。ありがとう。あ、そうなの?リアルひなぼうくん、チャック壊れたんじゃ。それ大変やね。冗談抜きに今日と10時間、あ、10時間、昼寝しかも。いやでもいっぱい寝れたらよかったわ。お腹大丈夫になったんやろか。みひろさん、まささん、セミ、ありがとうございます。いきます。クマの子見ていたお尻を、夕焼け明日。はい、今日はもうまあまあ歌ってもらう感じで。コンドルさんもフルしてくれてありがとう。一日寝て、寝てた日ってことかな。いいですね、みんないっぱい寝てるじゃん。お休みの日ってさ、幸せよね。冬のお休みの日って寒いしさ、起きるの起きんでいいやんっていう。ジンさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、畑田さん、いってらっしゃいませ。今日もありがとうございました。毎日ありがとうございます。明日も頑張っていきましょう。おいしょ。タチコマーさんいらっしゃい。ありがとう。おひつりさん、フル。ありがとう、フルしてくれて。僕の声が続く限り、隣でずっと相棒を歌うよ。年を通って声が枯れて。ありがとう、あゆた。アリサさん、こんばんは。ありがとう。マイカグラさん、フル。ありがとう、たくさんしてくれて。やばいな、ヨッチさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、確かにね、雪降っとったけんオラフ大トルみたいなね。あ、まあ、そこ一応白飛び防止です。猫さん、フル。ありがとうございます。今日も本当、キムくん、それは大変やったね。大変なことがあったんだって。ムラチン、フル。ありがとう。今日も
ご飯はすごいよ、何でも合うよ、ほかほかラーメン、うどんにお好み焼き、これこれ炭水。ありがとう。お、てっちゃんもカウントしてくれて今日もありがとうございます。え、ほんと？色違いの黒買ってくれとんや、てっちゃん。ほんと？誰に撮ってもらった？あれはほのぴーです。ほのぴー撮ってもらった。ほのぴーかはるぽん、ほのぴーやね。ほのぴー撮ってくれました。瀬戸内さん、セミありがとうございます。アントワンヌさん、フルありがとう。今日もありがとうございます。てるてるさん、フルたくさんありがとうございます。オラフのお花が人参に見える。でもそうよね、確か人参やなかったっけ。お花って人参使ってるよね、ロバの食べるやつの。スカパラダさん、カウントありがとうございます。今日のあ、三ツ矢サイダー贅沢もも、私が飲んでたやつだな、それ美味しかったの。フジモンさん、フルありがとう。フジモンさん、くにちゃんさん、こんばんは。お、即答店さん、フルありがとう。今日も嬉しい。オラフそこ変われって言って。即答店さんは白いですか白飛び防止してくれますか。ローマ字のカズさん、一周とカウントありがとう。トギキさん、ほぼフルありがとうございます。今日ものりたんまさん、一周とカウントありがとう。にゃん、ケンさんもフルしてくれてる、ありがとう。いつもライブアライブ、楽しいこと嬉しいことバカじゃないけど、ありのまま受け入れて今を生きよう。ありがとう。ワイルドさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、よかった、コミ読み聞こえてました。やっくん、セミありがとう。今日も体調をフルしてくれてありがとう。ありがとうございます。よし、越してもらってありがとう。キャトルさんに、沢里ゆうきさん、マンボサンバさん、いらっしゃい、ありがとうね。今日も太郎くん、いらっしゃい、チラって来とる。あ、プレミア公開だったんだ。え、でもその後見れるよな多分。スマホ便利ですね、早くしとけばよかった。世の中の流れに逆らったらダメだということですねって。お、今日買い替えられたのかな。おかきさん、いらっしゃい。よいしょ、はあ、一旦制作崩させてもろて。いや、スマホは便利ですよね。わからないことも多くなるけど、その分便利なことがすごく増えるので、スマホはやっぱりいいと思います。いやいや、それは褒めているのか。花ちゃん、ほっぺたツヤツヤだね、本当にアンパンマンみたいって言われたんだけど、まあ、確かにね、これこうようあるよね、アンパンマン、ここテカっとるよね、このほっぺんとこ。チャミユさん、こんばんは、ありがとう。クイーンさんの I was born to love you っていう曲知ってますか。わからない。 クイーンさんよね。 I was born to love you、 生まれた時から愛してた違う、え、 I was born、 生まれた、え、どういう意味や。梶山さん、こんばんは、ありがとう。モカポンペンギンさん、いらっしゃい、ありがとうございます。かわいいお名前だ。カノーさん、あら、フルしてくれて、しかも奥様セミ小槌してくれて、ありがとうございます。セミ小槌、ありがとう。え、映画公開記念、え、今日公開したんですか映画。知らんかった。セーラームーン、月の光に導かれ、何度も巡り合う星座の瞬き数え、占う恋の行方、同じ国に生まれたのミラクルロマンス。ありがとう。おきおきけさん、いらっしゃい。
ありがとう。かんちゃんもフルしてくれてありがとう。かんちゃん今日もありがとう。ドナルドさんもフルしてくれてありがとうございます。ドナルドさん頑張って。よしんこよしんこ、来週から入院するの？本当お大事に頑張ってね。大変じゃ、大変大変。きなこ推しさんカウントありがとうございます。来月に酒井泉さんかな、 VR で出演する配信ライブがあるんだって。あ、本当です。 VR で？本当ですか。あ、みんなを歌ってくれとる、ありがとう。愛媛のお味噌汁は甘いのが一般的。愛媛のおばあちゃんが作ってくれるのが甘いので恋しくなって。あ、そうなのそうなの。あの愛媛って結構味付けを甘くする時が多くて、甘いラーメン屋さんとかもあるんですよ。あーちゃん本当おばあちゃん甘いお味噌汁だったよね。あるあるやね。太郎くんセミありがとうございます。今日も太郎くんも明日退院か。よかったよかった。退院ほんと年始め入院されとったんや。よしんこ太郎くん年始めか、1週間くらい入院されてたのか。みんなお大事に。ほんとミーシャさんフルありがとう。ふとーんとしてくれとる。あ、ご隠居さんもフルしてくれとる。ありがとうございます。同級生や幼なじみで配信見ている人いるんですか？いないと思う。私のよね、いないと思います。友達はあの同級生、あ、同級生は見てくれてた時もあったかな。うん、友達ね。さとちゃんフルありがとうございます。ありがとうさとちゃん。夢を追いかけてひたすら走ってた、そんな日の僕はどこへ行ったの。いつでも笑顔でいつでも全力。ありがとう。ドリーマー辰野倉さんもフルしてくれてありがとう。今日もありがとうございます。ダダッダダン。窓マギ10周年早っ。もう10周年なの？早すぎ。コナン25周年、すごい。逆にコナンって25周年なんや。もう50周年ぐらいいとるかぐらいは思っとった。25周年おめでとうございます。同じ日なんやね。リュウさんフルありがとう。リュウさんよいしょ。リュウさんありがとうございます。瀬戸内でもゴリゴリに雪積もった。あ、ほんとに。あら、ほんとですか。栃木さんお年玉もらったって。もらってないよ。あ、お一人もらいました。お身内から一人だけいただいたぞ。栃木さん、たつけんさんフルありがとうございます。たつけんさん、オリマさんこんばんは、ありがとうございます。海道線五郎さんこんばんは。ポップマスターさんいつもフルありがとうね。ポップマスターさん、ようちゃんもカウントしてくれてありがとう。ひなおちゃんが好きなシチューはクリーム派ビーフ派。自分はダントツでクリーム派。クリーム派です。私もビーフシチューも美味しいよね。でもあら、シェルマーさんかな。 Hi, I'm from Indonesia って来てくださってる。 Hi Thank you, thank you, nice to meet you. ひでしさんこんばんは、ありがとうございます。ハラメタルフルありがとう。たくさんありがとうございます。本当に嬉しい。大生誕祭のグレーキャップ買ってくれたって。ハラメタルありがとう。あれ可愛いよな。お、Gさん F さんこんばんは、ありがとうございます。あゆさんこんばんは、ありがとう。お、あなたのために生まれた。なるほど、そうなんや。へえ、そうなんや。あなたを愛するために生まれた。なるほどなるほど。
何々のためにやな、トゥーは。お、若ささん、初見さんいらっしゃいます。あれ、前来てくださなかったっけ？初めての若ささんかな。ありがとうございます。はじめまして。アンパンマンはつぶあんなの？こしあんなの？僕はつぶあん派。なんかアニメ見てたらこしあんっぽいよね。粒じゃない気がするんだよな。レナルディさんかな。はーい、レナルディさん、ありがとうございます。ノーさん、こんばんは。ありがとうございます。仕事が押して、え、お疲れさん。今までお仕事やばいよね、ほんと寒さが大変や。あ、シュレディンガーさんや、いらっしゃい。マオはペコペコさんかな。こんばんは、はじめまして。来てくださってありがとうございます。はじめましてだ。ケンジフル、ありがとうございます。嬉しい。ひなおちゃん、どのセーラームーン好きでしたか？私ね、あの黒い、あの黒くて これぐらいのちょっと短めの髪の、あの短めの髪で背が小さい子、誰って言うんだっけ、ホタルちゃんみたいな名前なかったっけ違うっけ。なんかめっちゃ可愛い子おったよね。あの子めっちゃ好きやったんやけど。お、ユッキーさん、フルー、ありがとうございます。366日。怖いくらい覚えてるの、あなたの匂いや仕草や全てを。おかしいでしょ、そう言って笑ってよ。別れているのにあなたのことばかり。ありがとう。甘いラーメンあるのよ、ぬくもりさん。めっちゃすごい、いいじゃん。セーラームーンエターナルの主題歌がももクロさんなんだって。聞きたいな。てっちゃん一周ありがとう。寒い時はきなことひなほちゃんの、あれ、そんなんよ、たけきなこ舐めてくれよ、たけ寒い時。若ささん、名前教えてください。武士の武に田んぼの田って書いて、武田、ひなほと申します。3月3日のひな祭り生まれの日に生まれたので、ひなほという名前になりました。ひなはひな祭りのひなっていう漢字なので、めっちゃ難しいんですけど、すごいこうひなと書いて、歩むと書いてひなほって読みます。歌ってみた動画出してます、 YouTube の方に。あ、 YouTube はあの多分プロフィールから飛べるようになってるかもです。よかったら見てみてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。今日もひなほちゃん、お母さんの料理で何が一番好き？私、人生の中で一番あのおばあちゃんの料理をずっと食べていたので、おばあちゃんだったらチャーハンかな。焼き飯がすんごい美味しいんですよ、あのおばあちゃんの作る焼き飯がすごい好きで、もうその日だけはすんごい食べてたし、大好きでした。お母さんはなんかね、作るもんが大体美味しいので、なんかこれなんか毎回結構違うもんを作ってくれるので、うん、なんだろうな、豆腐ハンバーグとか美味しいですよ。だいたいおばあちゃんの料理だったかな。お母さんね、結構ね忙しかったけどね。竹山明一さん、フルありがとうございます。ありがとう、フルしてくれて。時の屋さん、こんばんは、ありがとうございます。ギガビッグマック食べたよ。なんじゃそりゃ、そんなんあるんですか今。ギガビッグマック、もうビッグマックじゃいかんの相当でかいやろな多分それ。わあ、そうなんだ。愛媛早く行きたいなって。麦味噌、麦味噌どうなんやろう、何を使っとんかがわからないぜ。ひ
ひなおちゃん案外友達少ないのかなってたまに心配になるけど本当にそんな心配、大変な心配をしてくれたよねありがとうございます。全然そんな多くもないけど、そんな少なくもないというか、うん、人並みにいます。はい、大丈夫。滝の屋さん、こんばん、あ、言ったね、今ギガマ、ビッグマックね。あ、のりたまフルありがとうございます。ありがとう、フルしてくれて。あ、ごめんな、いつでも歌えます、また。え、お腹痛いの？ラーメンライスさん、今日お腹痛い人多くない？寒かったけんかな。ストンコさん、こんばんは、ありがとう。アニメ開始50周年は、あ、サザエさんが50周年。サザエさんもう200年ぐらいやっとんかと思った、私それはちょっと言い過ぎやけど、ガチで1世紀ぐらいはやりよんか思ったわ。本当ですか。へえ、サザエさんすごいね。カタカナのカズさん、こんばんは、ありがとうございます。え、猫さんありがとう、カモレンディ聞いてくれて嬉しいです。あれ、粉骨最新調べたってこと？お、ようちゃんフルありがとうございます。うわ、アゲインってどんなんやったっけ。タタタタタタララ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 ラタタタタタラララララ、帰る場所もないの、優しさにはいつも感謝してる。タラララ、いや歌詞が全然わからん、メロディーはわかるんやけど。おー、大工さんフォローありがとうございますありがとう大工さん、嬉しいな。のむさんもフルしてくれてるありがとうございます。まゆまゆさん、セミありがとう。お、てっちゃんも2週ありがとうございます。今日も、あ、猫さん本当グッズ届いたって、嬉しい。カリタンフルありがとうございます。ひなウインクヨシンコ、ガリタンにひなウインクヨシンコ、ヨシンコヨシンコ、フルしてくれてありがとうございます。一番だし、いや、マーキュリーじゃないな、サターンかもしれん。え、サターンかな、サターンだ、サターンだ。え、絶対サターンや。え、かめっちゃ可愛くない。ようこさん、こんばんは、ありがとうございます。本当？セーラームーンメンバーにおうって言ってくれた。え、アンパンマン粒あんなんですか？なんか中身パカッと開けとるときさ、めっちゃこしあんじゃない、あれ。おかけさん、そうなん、毎日やってるんですよ。いやいや、めっちゃ来てくれてありがとうございます。おかけさん、目崎さん、こんばんは、ありがとうございます。え、もろいさん、嬉しい、ありがとう、いっぱい歌います。リオさん、セミとカウントありがとうございます。正しくなれない曲かな、それ。え、それめっちゃ私も思ったことあります。ようちゃん、アンパンマンのチーズはなぜ喋れないんやろ、ゾウとかウサギとかは喋れるのにって、それめっちゃ思ってたの私もね。だって天丼ですら喋るのにさ、パンもみんな喋りよるしさ、なんでチーズ話せんのやろと思いよった。私もすごいよね。アスポン、なんかいるこれね、そうな、これ白飛び帽子で今日はオラフと一緒にいるんですよ。あ、マサさん、セミ、あ、間違った、フルありがとう。ありがとう、こんな頼りない私と一緒にいてくれてありがとう、くよくよしている私を励ましてくれてありがとう。今日もわ、リュウジさん、こんばんは。それいつ見てくださったやろ、ドキリグランプリ。そうなんですよ、出させていただいてました、仕掛け人として。みけねこさん、いつもフォローありがとうございます。嬉しい、ありがとう、いつも。お、ドリタンさん、いらっしゃい。え、ありがとう、年賀状送ってくれたの、ありがとうございます。
あーちゃんもおばあちゃん子わかる。めっちゃわかります。よこさんプチありがとうございます。さとしさんいいじゃん焼き飯。私もさ久しぶりに焼き飯食べたいぜ。ピッさんこんばんは、ありがとう。あら嬉しい、若狭さん歌めっちゃ良かったからルームとツイッターフォロー、ツイッターフォローまでありがとうございます。若狭さん嬉しい、フォローしてくださってありがとう。確かに江戸時代から江戸時代からサザエさんあったことになるよね。200年やったら笑った。ほんまよ、江戸時代からサザエさんあるやん、200年って。はあ面白い。ありがとうのりたま、もうちょいかコメント。よしれんなさん2週ありがとう。よしんこよしんこ、いつもありがとう。ななさん頑張れってありがとう。頑張る。私の母も料理上手なのでほとんど好きだけど、お稲荷さんだけは母方の祖母の味が一番懐かしいな。絶対美味しいじゃないですか、あさみさん。え、本当ですか。お稲荷さん中になんか中のご飯の味がめっちゃ美味しいですよね。美味しいお稲荷さんって、なんかすごい味付けが美味しい。え、サタン似てる私。本当キムくん嬉しい。え、天丼ですら話しよるよね。だって高則さんこんばんは、ありがとうございます。スカパラ間違えた、カムカパーさんお番です、ありがとうございます。名古屋はもう0度以下ですわ。ほんまにね、なんか結構雪も降ってるみたいで、全国的に寒いね、ほんと。リサさんのホムラ結構いっぱいね、あのカラオケでも歌わせてもらった。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した未来のために。これ3回くらい歌ったかもしれん、カラオケで3、4回くらい。そうだ、オラフだよ、アスポン。ね、チーズなんで喋れないんやろね。あ、みんな妖精やけん喋れるんか。チーズだけあれか、妖精ではないということね。にがり、にがりまめふさん、はじめまして、こんばんは、来てくださってありがとうございます。あ、バンクーバーさんフルありがとうございます。あら、新一寝そうなの。元気100倍ひなパンチ、あ、間違えた、ひなピンタ、イエイエイ。ストンコさんセミありがとうございます。サザエさんちょんまげじゃないやろあれ。え、よし、ごめんな、ちょっとめっちゃ遅れちゃったけど、ギフト読ませてもろって。白馬さんハート、小さいさん音符、ピさん小槌ありがとう。あ、ペガサスさん北のマーク、え、ずっと投げてくれよマーク、ありがとう小槌。小さしさん音符に、ペガサスさん小判にバラと、ありがとう。たくさん、ローマ字のマサさん、白馬さんハート、小さいさん音符、まーちゃんバラありがとう。猫さんスカパラダさん小槌ありがとうね。白馬さんもたくさん小槌ありがとう。ユッキーさんストリートくん小判、ペガサスさんダルマレンジャーたくさんありがとう。コテユッキーさん小槌、ムラチンおーたくさんのバラありがとう。猫に小判、猫さんありがとう。おひつりさん尊いありがとうね。白馬さんめっちゃハートくれとる。ペガサスさんに、お、タイちゃん、タイチョンさんや、タイチョンさん、じいさん小槌ありがとう。たくさん、ね、あと、とあるとあるひなほじょうのオラフさんありがとう。小槌いらっしゃい。あと、辛い時には夢を見落ち、小槌ありがとう。たくさん、りゅうさんにおひつりさんかわいいありがとう。ポップマスターさんバラに、
アイス、小判に花束、え、めっちゃくれとるよ。タコ、え、めっちゃありがとう。ボブバスターさん、どんどこどんどこ、ありがとう。タツノクラさん、ハートありがとう。おひつりさん、小判ありがとう。たくさん、そしてローマ字のケンさんもハートめっちゃくださってる。まー、あ、ちゃん、ペガサさん、小づちめっちゃありがとう。まー、あ、ちゃんもくれちゃった。あ、ごめん、ここまでだ、読めるの。ありがとう、みんな。あ、のりたまも、ペガサスさんもめっちゃ小づちくれとる。ハートとありがとう、小づち、ありがとう。なんかそれ100均に売ってそうやけどな、なんか小づちっぽいやつもらったら触れるように、なんか置いときたいな。あ、なんかこうカランカランのやつはあった気がしたんやけど、また探しとこ。ありがとう、今日も。よし、お供タイム行こう、みんな。今日のお供割とやばいんやけど、今日のお供、やっぱこれオラフなかったら相当素人んじゃないな、これ。よいしょ。今日のお供ね、割とやばいです。きまーす。今日のお供、チュッパチャップスのストロベリークリーム味を買ってきました。癖強い、怖い。普通にチュッパチャップスやけんね。みんなチュッパチャップス知ってますか、あの飴のやつ。そやばそうやろ、美味しそうって。いや、もう美味しいかもしれんよね、普通に。これコーラ味もあったんやけど、まあ、とりあえずこのストロベリークリーム買ってきた。甘そうよね。では、お泊まる方一緒に乾杯。乾杯。お、あんま匂わないな。美味しいよ。なんかあのいちごミルクみたい。え、なんか飴感とかは全然ない。うん、え、ベリグベリグ、これデリシャス、ベリベリ美味しい。うん、美味しい。え、美味しいわ、これ。こ、そういうつもりで